都内の小中学校が夏休みに入って1週間。給食がない夏休み期間中の子どもの食事を支援する取り組みが広がっています。豊島区役所の子育てインフォメーションでは、2キロのお米やレトルト食品などのセットを配布しているんです。豊島区では区内の高校生までの子育て世帯を対象に無料で食品を配る取り組みを区役所や子ども家庭支援センターなど6つの施設で行っています。ね、喜んでたね。夏休みはちょっと食費がかなりかかるので助かります。思ったよりすごく多くてびっくりしました。お米はもうやっぱり高いし、もうすごい買うのでありがたいですね。用意された食品は区内の企業や豊島区の姉妹都市などからの寄付を活用していて、この1週間ですでに延べおよそ90世帯が利用しているということです。食べることというのは子どもたちのその成長のために必要な本当に一番大事な基礎となるものだと思いますので、夏休みの給食のない期間中もその食べることに不安を抱えずに元気に過ごしていただきたいというふうに考えております。一方、支援の輪は自治体だけでなく飲食店でも。焼き上がります。はい。こちらの餃子チェーンの代々木店が今日から始めたのは、子どもに無料で食事を提供する子ども食堂です。今月限定で18歳未満の子どもを対象に750円から900円の5つのランチメニューを無料で提供します。また子どもと一緒に来店した保護者は200円で食べられます。今現在ですね、7人に1人のお子さんが貧困と言われている時代なので、そういった背景で飲食店として何かできないかと考えた結果、子ども食堂をやろうということになりました。炙りチャーシューランチ、はい、焼き餃子チャーシューランチ、焼き餃子チャーシューランチ、はい。子ども食堂初日の今日、開店の時から早速親子連れが訪れていました。お願いします。本来であれば親子3人で2500円の注文が、今回は子ども2人分は無料で大人1人分の200円のみでした。おいしいです。ただなんですけどどうですか。これでマジめちゃくちゃ美味しいんです。夏休みって結構3食作らなきゃいけない中で、1食でもこういう子供はタダだし、私も安いし助かります。もう夏休みの期間毎日実施いたしますので、例えば塾の帰りだったり、これから行く時だったり、本当にいつでもいらっしゃっていただければと思います。足立区で5年前から子ども食堂を運営する川野さんに、夏休みの子どもたちの食事支援について伺いました。例年給食がストップすることで、1食栄養が取れていたものがなくなってしまうことによって、ご飯が食べられない、心身ともな変化がすごく心配だなと思っております。さらに川野さんは最近の傾向として、物価高の影響により栄養面に偏りが出ていることを危惧しています。最近は栄養過多というか、その油物を摂取、偏って摂取するので逆に太ってしまうっていうような、お野菜を買うよりも手軽にこうカロリーを取れる、あとはそのスナック菓子みたいなのでお腹をこう膨らませて過ごしているから太ってしまうというようなケースが設けられるなと感じています。